王朝明政権は1940年3月30日から1945年8月16日にかけて存在した中華民国の国民政府。日中戦争における日本軍占領地に成立した新日政権。行政委員長は王朝明、王の死去の1944年11月死後は陳君宏が行政委員長となった。兵庫は和平。 反響、建国。首都は南京。最大都市は上海。政府は中華民国国民政府と称されていた。中華民国南京国民政府の名で呼ばれることも多い。王朝明政権下の中華民国は一東共和制国家として統治されていた。蒋介石のライバルであり、国民党の平和派であった王は日本側に亡命し、1940年に占領下の 南京で合作政権を樹立した。新国家は中国全土を領有し、重慶の小解石政権とは対照的に侵害革命や尊文の遺産を正当に継承していると主張したが、実質的には日本の占領地のみが実効支配下に置かれていた。国家の承認は傍教協定に署名した他の加盟国に限定されていた。中華民国国民政府は 第二次世界大戦の終わりまで存在し、1945年8月に日本の降伏の時点で体制は解散し、主要な党員の多くは反逆罪を理由に処刑された。中国の中央部と北部をそれぞれ支配していた、傀儡政権である中華民国維新政府と中華民国臨時政府を統合して形成された。これらの政権は、 戦略上の手駒に過ぎず、日本自身や同盟国からも何の承認も受けていなかった。臨時政府の場合、1940年以降の給料度は、河北政務委員会の名の下、王長明政権の支配から、半自治区のままであった。猛虎連合自治政府が治めた地域は、名目上、王長明政権下にあった。政権はまた、 日本に与えられた権限が非常に限られていたことによって妨げられていたが、これは1943年に日本の支配からより多くの主権を与えた新条約に署名したことによって部分的に変更された。正式な国号は中華民国、その政府を中華民国国民政府と称する。四川省重慶にあった小解石政権も同じ国号。 政府名称を使用し、王朝明政権を承認しなかった。王朝明の名は、中華圏では豪の、聖営の方が、一般的に広く用いられており、王聖営政権と呼称することが多い。また、南京が首都だったことにちなんで、南京国民政府という通称も多く使われた。共和政体で、委員改正を採用。統治原理は三民主義である。 1939年5月、日本を訪問した王朝名は国旗として聖天白日万地公旗を採用することを主張したが、日本陸軍の板垣征四郎がそれに難色を示したので、聖天白日きに和平反共建国のスローガンを書き入れた黄色の三角旗を加えて和平旗とした。 1943年1月の王政権の台米へ参戦後、王の指示で黄色のひさご体は除去された。国家は中国国民党投下をそのまま使用し、記念日も国地記念日を除けば中国国民党、国民政府のものをそのまま踏襲した。王朝明の南京国民政府では、孫文の三民主義の考えに立った立法、司法、行政、公 観察の五権分立制が踏襲され、それに基づいて、立法院、行政院、司法院、公師院、観察院の五院が設けられた。各院、各部の首脳は以下の通りである。なお、中央政治委員会は年度ごとに委員が選任され、王朝名政権が5年半に及んだことから、選任は、第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、 第6期の6期にわたった。行政院の各部長や各院の委員長、副委員長などの役職を有する人が同時に政治委員を兼ねている場合が多い。政治委員はその資格や権限により当然委員、列席委員、指定委員、平部系委員に分かれ、政治委員会にはこの他秘書長1名、副秘書長2名が置かれた。民国十六年七月、 ロコ橋事件をきっかけに日中戦争が始まった。対日徹底抗戦を特殊解析に対し、王朝明は抗戦に伴う民衆の被害と中国の国力の低迷に心を痛め、反響新日の立場を示し、和平グループの中心的存在となった。日本は次々に大軍を投入する一方、外相、宇垣一世はイギリスの仲介による和平の党を模索していた。 しかし、うがき工作は、日本陸軍の出先や陸軍内部の革新派からの反対を受けて頓挫した。11月20日、国民政府は南京から四川省重慶への戦闘を通告し、一部の部署は、古北省武官に移転が図られた。12月13日、日本軍は南京を占領した。翌14日には、日本軍の指導で北平に、 大勝都市を行政委員長とする中華民国臨時政府が成立した。1938年1月のドラウトマン工作の失敗を受けたこのえ内閣は軍部の強行論の影響もあって同1月16日今後は蒋介石の国民政府を交渉の相手にしないという趣旨の第一次このえ声明を発表した。日中戦争は南京占領後助手作戦 武漢作戦、関東作戦を経て泥沼化していった。日本占領下の対日協力政権民国27年3月から4月にかけて湖北省観光で開かれた国民党臨時全国代表大会では、初めて中国国民党に総裁制が採用されることとなり、蒋介石が総裁、王朝明が副総裁に就任して徹底抗日が宣言された。 すでに党の体制は、レントム日に傾いており、王朝名としても、副総裁として、公日宣言から外れるわけにはいかなかったのである。一方、3月28日には、南京に両取しを行政委員長とする、新日政権、中華民国維新政府が成立している。こうした中、この頃から、日中両国の和平派が、水面下での交渉を重ねるようになり、 この動きはやがて中国側和平派の中心人物である王朝明をパートナーに担ぎ出して和平を図ろうとする、いわゆる王朝明工作へと発展した。王朝明州復会王朝明は早くから小解析の小土光線に反対し、全土が破壊されないうちに和平を図るべきだと主張していた。1938年6月、王とその側近である。 州復会の意を受けた、孔胸竹が土日して、日本側と接触した。孔胸竹自身は、日本の和平の相手は、王朝名以外にないとしながらも、あくまでも、小介石政権を維持した上での和平工作を、考えていた。1938年10月12日、王は、ロイター通信の記者に対して、日本との和平の可能性を示唆した上で、 小解析による調査焦土戦術に対して明確な批判の意を表したことからートの対立は決定的なものとなった。日本では11月3日にこの F ・ミマロが東亜新秩序声明を発表していた。これは日本が提唱する東亜新秩序に参加するならば小解析政権であっても拒まないことを示しており第一次声明の修正を意味していた。 11月、上海の重光道において、大派のコ宗武、ネタ梅市兵と日本政府の意を対した参謀本部の今井武を、影佐佐田明との間で話し合いが重ねられた。11月20日、両者は東亜新秩序の受け入れや、中国側による満州国の承認がなされれば、日本軍が2年以内に撤兵することなどを内容とする日課協議記録に署名調印した。 そして、将来的に日華防協協定が結ばれるならば、日本は違い法権を撤廃し、疎開返還も考慮するとされたのである。梅紙兵この合意の実現のため王側は、王が重慶を脱出し、日本は和平解決条件を公表して、それに応する形で王が自局収集の声明を発表、王の進判として期待される、雲南省。 昆明や四川省などの日本未占領地域に新政府を樹立するという計画を策定した。12月18日、ついに王朝明は重慶からの脱出を決行した。王一行は昆明に一泊し、12月20日、仏領インドシナのハノイに着いた。州復会は昆明で王一行に合流し、共にハノイに渡った。王の脱出に前後して、 当帰省や梅市兵らも、それぞれ重慶から脱出した。王派の人々にとって、期待外れだったのは、昆明の竜宮もはじめ、四千の半分か、第四戦区の司令官長髪系らが、誰一人として王長明の呼びかけに応じなかったことであった。さらに打撃だったのが、12月22日、王の脱出に応える形で発表された、この異 m 命であり、これには王と、 日本側の事前密約の柱であった日本軍の撤兵には全く触れておらず、王派の人々を落胆させた。12月29日、王は通電を発表し、広く和平反供給国を訴えた。これは陰木大日による29日の日付をとって延伝と呼ばれる。ここで王は最も重要な点は、日本の軍隊がすべて中国から撤退するということで、 これは全面的で迅速でなければならないと述べ、それ以前の日本側との交渉内容を踏まえ、約束の履行を牽制したものであった。しかし、王に続く国民党幹部は決して多くなく、日本軍撤退もなかった。小政権はこれに対し、直ちに王を国民党から永久除名し、一切の公職を解いた。当初の構想に変更を余儀なくされた王は、 しばらくハノイに滞留した。しかし、1939年3月21日、暗殺者がハノイの王の家に乱入、王の心ソナカナルを射殺するという事件が起こった。紹介石が放った暗殺者は王を狙ったが、その日はたまたま王とソが寝室を取り替えていたため、ソが犠牲になったのである。ハノイが危険であることを察知した日本当局は、 王を同地より脱出させることとした。陸軍大臣、板垣聖志郎は、王う名の意志を尊重しつつ安全地帯に連れ出す、ことを命令し、これを受けた陸軍の影佐,佐田明は、関係各省の合意が必要と主張して、塚彦次郎海軍省省、外務省、公安院員からは、矢野進む気象機関、衆議院議員、犬飼県らを同行させることを条件に、この工作に携わった。 4月25日、影佐と接触した王朝明は、ハノイを脱出し、フランス戦と日本戦を乗り継いで5月6日に、上海に到着した。ハノイの事件は、王朝明が和平運動を停止し、ヨーロッパなどに亡命して、事態を生還するという選択肢を放棄させるものとなった。王朝明は、小解析との決別を決意した。一方、 小解析は徹底抗戦を唱えるとともにリュークも、理想人、統制地など、かつて広氏に親しかった人物の切り崩しを図った。一時は新政府受立を断念していた王だったが、ハノイでの狙撃事件を機に、日本占領地域内での新政府受立を決意するに至った。これは、日本と和平条約を結ぶことによって、日中間の和平のモデルケースを作り、 重慶政府に揺さぶりをかけ、最終的には重慶が和平に転向することを期待するものだった。上海に移った王長明は直ちに日本を訪れ、平沼喜一郎内閣の下で新政府樹立の内閣を取り付けた。王はまた上海で自政権を支える軍隊の創設を目指し、国民政府軍などの高級将校に対して、 策反抗策と称する離反作戦を活発に展開した。5月31日、王と彼の配下であった、修復会、梅紙兵、高宗武、東道ネイラは、横須賀の海軍飛行場に到着し、日本側と協議している。この時、板垣清志郎は、王朝明政権が、青天白日万地公記を用いることに難色を示したが、王朝明側も、 この点に関しては譲れず、結局、聖天白日期に和平反共建国のスローガンを書き入れた黄色の三角標識を加えて和平期とすることで折り合いがついた。帰国した王朝明は、1939年8月28日より国民党の法等継承を主張すべく、上海で第6次国民党全国大会を開催し、 自ら党中央執行委員会主席に就任して、日本占領地内の新日政権の主犯であった、大勝都市、両大取市の両名と協議し、9月21日、中央政務委員の配分を、国民党が3分の1、大勝都市の臨時政府と両大取市の維新政府が、両方で3分の1、その他3分の1とすることで合意し、彼らと合流して、新政府を樹立することとした。 ついで10月、新政府と日本政府との間で締結する条約の交渉が開始された。しかし日本側の提案は、従来のこのえ声明の趣旨からさえ、大幅に逸脱する過酷なものであった。日本の示した日下新関係調整要項のあまりに過酷な条件に、王自身も一旦は新政府受立を断念したほどで、ある。王朝明は、 中央公論1939年秋季特大王に日本に宿りきスと題する思い切った論考を発表し、東和共同体や東和新秩序という日本の言論会でしきりに用いられる言葉に対する疑念と不信感を表明し、日本は中国を滅ぼす気ではないかと訴えた。1939年12月9日、王朝明は中央陸軍軍艦訓練団を組織した。 これは、旧維新政府の兵士の受け入れ先であったとともに、南京国民政府の国軍、和平建国軍の元となった。1940年1月、王新政権の傀儡化を懸念する、河胸武と陶器聖が、和平運動から離脱して、内役原案を外部に暴露する事件が生じた。王朝明は、最終段階において、復讐と思われた部下に裏切られたことに動揺した。 ものの、日本側が、最終的に若干の情報を行ったこともあり、この条約案を最終的に承諾した。一方、それまで態度を保留し、政府を二つに割ることにあくまでも反対していた、陳君広は、正式に、王朝明の側に身を寄せた。台湾日日新報の、祝新国民政府成立の新聞広告、王政英さんを応援しようと書かれた。 王朝明政権の兵庫民国二十九年三月三十日、南京国民政府の設立式が挙行された。王朝明政権は国民党の正当な後継者であることを示すため、首都を重慶から南京に返すことを意味する南京艦都式の形を取った。ただし、王は重慶政府との合流の可能性も考慮して、当面のこととして新政府の主席大臣に就任し、 重慶政府にいた国民党長老の林森を名目上の主席とした。政府の最高機関は中央政治委員会で、その下には軍事委員会が設置された。小解析はこの日、王朝名に従った77名の逮捕令を発した。北平の中華民国臨時政府と南京の中華民国維新政府は、 関東式前日の3月29日に解散して、新国民政府に合流したが、臨時政府の方は、河北政務委員会に改編され、王の南京政権の下で、一定の自治を保った。新政府では、王の妻の陳平貴君も重要な役割を果たし、陳平貴君とその議定の著味にをしみ、王の女性で、施設秘書の南文傑王の秘書林柏子政、臨時政府の大勝とし 維新政府の両大取りといった人々が交換派として名を連ねた。一方、州復会をはじめとするグループは実力派と呼ばれ、牧品や高松室総、州島、特務機関の低木村などからなった。陳君博は交換派、実力派いずれの派閥にも属さなかった。なお、戦後日本の内閣総理大臣を務めた、 福田武雄は、王朝明政権の財政顧問であり、後に、中華人民共和国主席となった、江沢民のジップは、王の南京国民政府の管理であった。日華基本条約の内容を広報する、リーフレット日中戦争においては、露光橋事件以来、船津和平工作、トラウトマン工作、宇垣工作など、和平が幾度も試みられてきたが、いずれも失敗に返し、 王朝明工作は上述のように、新南京国民政府の成立をもたらしたが、蒋介石の重慶政府は日本に対する徹底抗戦を唱えており、重慶との和平は依然として、日中戦争打開のためには必要とされるべき課題であり、王朝明工作と共に切り工作が並行して進められたが、これも失敗に終わった。1940年7月、第二次。 この絵内閣が成立し、松岡洋介が外務大臣に就任した。松岡もまた、戦久氏名、終作民工作を進めたが、重慶側と日本側とでは和平案に折り合いがつかなかった。松岡は王政権を承認する方針に転じた。王朝明政権は、1940年11月30日、南京において、 日下基本条約と日万華共同宣言に調印した。日本が南京政府を正式に承認したのは、関東式より8ヶ月を経過したこの時であった。同時に、王朝明は南京国民政府の正式な主席に就任したが、これは日下基本条約調印の資格として、主席の肩書きが必要だったからであった。日下基本条約は、 王朝明と日本から特使として派遣された安倍信之元首相の間で調印されたもので、王の国民政府と日本との間に、東和新秩序に基づく固形関係を結ぶことを謳い、第一条に永久の前理に有効、第三条に共同防強、第六条に共同資源開発、経済提携などを定め、王政権側が日本軍の猛共への駐留を認めた。また、 日清戦争後の1896年に結ばれた日清通商公開条約が正式に破棄された。日満化共同宣言は、王、安倍に満州国外省の増式武氏が加わった三者により、調印された。この三国は互いに国家承認を行い、前輪友好、共同防協、経済提携を柱とする、互恵関係を定め、特に経済面では、 日万家経済ブロックの形成が目指された。新政権は誕生したものの、結局青が当初意図したような、重慶政府との和平は実現せず、小政権と日本の戦争状態は続いた。南京政府での王朝明の演説中の写真には、必ずと言って良いほど、背景に孫文の顔写真が掲げられている。王は常に自らが孫文の意志を引き継ぐ正当な政府であることを、 訴えたのである。関東一周年が過ぎた民国30年5月、南京政府で王朝明の日本公式訪問が立案された。6月16日、上海から神戸港に上陸し、東京駅に着いた王一港を日本国民は熱烈に歓迎した。王朝明は原始待遇として昭和天皇に拝謁し、 天皇から日中間の真の提携を願うとの言葉をかけられている。王朝名は、この絵文丸首相、松岡洋介外相、杉山元参謀総長、長野治軍令部総長、東条秀樹陸将らと面談し、6月19日にはレセプションが開かれ、6月23日にはこの絵首相とで共同宣言を発表した。この訪日を機に、日本から 国民政府に対し3億円の武器借款が供与され、中部品における欧州家屋と軍管理工場の返還がなされた。アメリカ合衆国との対立を深めていた日本は、1940年11月、野村義三郎を中米大使として和平交渉に当たらせたが事態は好転しなかった。民間においても日米和平が模索され、アメリカの満州国承認を前提に、 日本軍が中国から撤退し、それを前提に、王朝名、小介石両政権の合流を図るという案が出され、この F ・ミマロも陸軍もこの案に賛成したが、アメリカ政府は同意しなかった。また、小介石政権とのしがらみがあった、日本の同盟国ドイツが承認したのは1941年7月になってからだった。また、この年の秋、王朝名は、 満州国を訪れ、皇帝、不義や長慶経国務総理と会見した。こうして、王朝明の南京国民政府は、第二次世界大戦下では、外交上非独位三国同盟の側に立った。1941年8月28日、日本政府は、このエフミマロ首相とフランクリン・ルーズベルト、大統領との会談をアメリカに申し入れたものの、実現しなかった。 事情を知らない王朝名は日米会談が実現した場合を想定してこの上首相宛に書簡を送りアメリカは日下基本条約の修正を求めてくると思われるがもし安易に修正に応じれば新米反日の傾向の強い中国民衆は一層その傾向を強め結果としてアジアを不利を招くことまた修正の成功をアメリカが独自に重慶に知らせれば重慶政府は 自らの成果であると懸念し、民衆も惑わされ、王政権が信用を失うことにつながりかねないとして、もし条約の修正が不可避の場合は事前に王政権に相談してほしい旨を伝えた。軍を越兵する王朝名1941年12月8日、日本は真珠湾作戦を完工し、エミイミーランに対して戦線を布告して新たな戦争が始まった。事前に、 日本の海戦を知らされていなかった王は驚き和平の実現がいよいよ遠くなってしまったことを悟ったと思われる。王自身は日本の国力ではエミーランに対抗できないと判断していたが12月8日付で王党は戦争に関する声明を発した。王はここで英米帝国主義を批判し南京国民政府としては日本とこれまで結んだ条約を重んじ、 アジア新秩序の建設という共同目的達成のために日本と苦楽を共にすべきこと、かつての侵害革命の精神に基づいて、孫文の大アジア主義を遂行し、和平、反共、建国の使命を全うすべきことを民衆に訴えた。日本とエーミー海戦の日、小介赤率いる重慶政府は、日本、ドイツ、イタリアに対し、宣戦布告を行った。王朝明は、 日本の影佐定明に対し、南京政府は日本側で参戦する意思があると伝えたが、影佐は満州国が日ソ中立条約を考慮して参戦していないにも、かかわらず、南京政府が改戦することは必ずしも合理的とは言えないとして、むしろ王の熱意を沈めている。1942年に入り、特命全権大使として南京に赴いた、重光葵は、 1>, 1月12日に王朝明に対して国書を法定し、翌日より数度にわたって南京の王公館にて王と茂光の会談がなされた。王の発言は、それまでの資料深い彼からすると、極めて大胆であり、王東は戦争が勃発したことで、ある種の新鮮な感覚が生まれた、新時代を隠する大展開であり、喜ばしい中国の立場としては、当然、 日本の勝利を願いつつも、政府として、どのように協力すればいいの確慮している。さらに、重慶に反省を促し、もし反省しないなら彼らを壊滅させる、よう努力するというものであった。そして、当初は、小解析だ等などということは、もうと考えなかったが、重慶政府が米英と結んで、ビルマにまで出兵するに至った以上、和平工作は放棄する以外になく、 もし重慶が希望するように日本が破れるならば中国は滅亡し東アジア全体が欧米の植民地に転落してしまうだろうと述べた。彼としては孫文における三民主義に再解釈を施してでも孫文のもう一方の主張である大アジア主義を全面に掲げ白人帝国主義に対し抵抗姿勢を示すと同時に第二次世界大戦が終結する前に 日中戦争を解決することが関与だと考えていたのである。3月25日、日本政府は、関東省におけるイギリス疎開を、王朝明政権に移管した。6月1日には、王朝明政権の特使として、庶民ヨしみが来日し、昭和天皇に拝謁している。7月7日、日本との間で、日 対抗主導名条約を結んでいた対応国が、王朝明の南京国民政府を承認した。また、この頃、南京政府では、通貨制度が混乱し、危機に陥っていた。日本銀行は7月28日、その救援のため、州府会の中央貯備銀行に対して1億円の借款供与契約を結んでいる。1942年9月1日、日本政府は、閣議で、 大東亜省の設置を決定したが、東郷持長外省は二元外交の原因になりかねないとして、これを批判し、辞職した。一方、9月22日、平沼巻一郎、有田八郎、長井祐太郎が日本政府の特使として南京を訪れている。王朝明は、重慶政府との和平工作はすでに限界に達しており、 南京政府の和平地域に所在する住民ですら、和平にも抗日にも産みつかれている実情を説明し、南京政府を強化させる手立てとして、南京政府の干渉下にある地方組織に対し、日本側から頭越しに直接指示するなどして、治安を妨害しないこと。まして、所属管理の人間を日本が司るのは論外であり、必ず大使館を通じて、南京政府と相談すること。 中国にとっても、現下の日本にとっても、中国の農業、工業、商業の発達は急務であり、その発達を阻害するような規制や束縛は、日本政府の文書によって撤廃されてかるべきこと、の2点を求めた。後に、海来政権として断罪された、王朝明政権であったが、日本占領地域に居住する中国民衆の暮らしには、最大限の気遣いを示していたのである。 東条秀樹と王朝明1942年11月1日、日本では大東亜省が正式に発足した。12月25日、法日中だった王朝明は、総理官邸で東条秀樹と会談し、日本占領下の上海や南京でいかに、王政権が民衆から信頼されにくいかを訴え、日本側の前哨を求めた。結局、 王政権も数軸国側として参戦することとなった。民国32年1月9日、王朝名を主犯とする南京国民政府は米英に大使宣戦線布告した。同時に日本との間に日本が中国で保持していた戦艦疎開の返還と違い方権の撤廃に関する協定を締結した。日本側は両国の提携拡大によって、 王朝明政権による中国の物心両面の総動員が日本の戦力整備に寄与することを期待したのである。この件について翌日の朝日新聞は中国の実質的な自主独立が達成されたと報じた。1月11日、米英もその直後、小解析政権との間で不平等条約による特権を放棄する新条約を結んだ。イタリア政府は 1>, 1月14日に自国が保持していた戦艦疎開の返還と違い方権の撤廃を声明し、フランスのビシー政府は2月23日に自国が保持していた4カ所の戦艦疎開の返還と違い方権の撤廃を声明した。これは日本政府が南京駐在のビシー政府代表に連絡して、上海の共同疎開の行政権を南京政府に還付させることに成功したものであった。 3月12日、東条首相兼外相が南京国民政府を訪問し、14日、日中両国政府は日本戦艦疎開の返還及び治外法権撤廃等に関する再目取り決めを調印した。さらに、日本と欧朝明政権は、3月22日には北平公使館区域の行政権の返還、3月27日にはアモイ、 鈴見郎ろ諸共同疎開行政権の返還に関する取り決めに調印した。日本政府が王政権に対し上海共同疎開を返還したのは8月1日のことであった。こうして侵害革命以来中国の解放に不可欠な要件とされた不平等条約の中核である治外法権の撤廃と疎開の改修が実現したのであった。4月には日本政府は 南京国民政府の主権を尊重して、中国大陸での軍票の新規発行を廃止している。和平への道を断念した王朝明は、一方、2月2日付の訓令で、聖天白日記の上に付けていた和平反共建国の三角標識を撤去するよう指示している。これに先立つ1月30日には、日本の大本営政府連絡会議が三角機の除去に同意しており、 これを受けてのことであった。3月、延安に拠点のあった中国共産党が、王朝明政権と合作すべく秘密裏に接触してきている。毛沢東の指示を受けた劉正輝、劉少奇が共産党員の漂流を使者に任じ、上海において、修復会に面会させたものであった。これは、漂流のおじの正式軍が修復会の中央貯備銀行の幹事を務めていた。一方、 共産党に資金を流すなど州と共産党が密かにつながっていたところから、正式軍が手配したものとみられるが、合作そのものは実現しなかった。9月9日、王朝明政権では、特務機関の李氏軍が暗殺される事件が起こっている。9月22日には王が訪日して、昭和天皇に配越し、登場首相と面談した。王はこの時、日本政府に対しては、 重慶政治工作に関する日本側の意向を打診している。大東亜会議に参加した王朝明占領下の国の結びつきを強めた日本は、この年の8月にイギリス領だったビルマと自由インドカリ政府、10月にアメリカ領だったフィリピンをそれぞれ承認し、同時に各国と同盟条約を結んだ。欧朝明政権とは10月30日に日下同盟条約を結び、 付属議定書では戦争終結後の日本軍撤退と北進事変で得た中平憲放棄と戦争状態終了後の撤兵を約束した。1943年11月5日から6日まで東京で大東赤い議が開かれた。王朝名は南京国民政府代表としてタイやビルマ、フィリピン、満州国、自由、インドなど 他のアジア諸国の首脳と共に出席し、大東亜共同宣言を採択した。上に述べた各国の独立承認や同盟条約の締結は、大東亜宣言の前提となるものであった。しかし、この年の12月、王朝名は、歩行困難な状態となり、12月19日には、狙撃事件の際に体内に残った銃弾の除去手術を受けた。民国33年に入ると、 王朝明は両足で立っているのも、ままならない状態となり、間もなく、下半身不随の重体となった。3月3日には土日して、名古屋帝国大学医学部附属病院に入院した。それに前後して、南京国民政府は、政権ナンバー2の陳君広とナンバー3の周復海の二等体制となっていった。陳は、主として、政治を、周は主に軍事を担当した。 陳君広一方、王は体の激痛に耐えながら日本での闘病生活を続けたが、11月10日、そのまま名古屋にて隠しした。王の公認の南京国民政府主席には、王の土日以来主席代理を務めていた陳君広が就任した。陳は行政委員長、軍事委員会委員長も兼ねたが、彼もまた対外的に必要のある時だけ、主席を名乗り、 それ以外は行政委員長の肩書きを用いた。陳君博が王朝明の後継者となったのは、王朝明からの信頼厚く、交換派、実力派双方の派閥から自由な立場にあったからであり、周囲からもそれは順当だと思われていたのであるが、陳自身は日本を有法と思ったことは一度もないと語っているように必ずしも親日課ではなかった。彼が重慶から、 南京の王のもとに駆けつけたのは、二人が革命家だった、時代からの友情に基づくものであった。王の死去後は、陳君博と修復会は、南京国民政府が反共作戦をどう進めていくかについて、また、重慶政権との和平をどう進めていくかについて、路線の対立が目立つようになった。陳君博は、重慶政府に対して、いわば、反共による、 再統合を目指した。しかし、チンによる反響作戦の実施提案は、チンが軍事に対する実際の権限を有しないことから、小政権からは交渉相手としては相手にされなかった。それに対し、修復会の方は、いわば、再統合による反響を目指した。しかし、軍権を握る修復会は、反響作戦よりも、小解析軍との再統合を優先したことにより、 想定よりも早く訪れた日本の敗戦によって小介石軍への投降という形を余儀なくされたのであった。こうした中、1945年の3月から4月にかけてかつて王政権の要人だった牧品が小介石の特使であると称して日本政府に和平を持ちかけるという出来事が起こっているがその真相についてはいまだに謎が多く、また 日本側の反対で工作は失敗に終わっている。南京国民政府は日本の配色が濃くなるとともに政権の求心力もまた損なわれ、ポツダム宣言受諾が公表された翌日の1945年8月16日に解散消滅した。国民政府の国軍であった和平建国軍も運産無償し、 日本敗戦後も南京の治安はしばらくは日本軍によって保たれた。9月2日、日本は米戦艦ミズーリ号にて降伏文書に調印。9月9日には南京で連合国主催の調印式が行われ、品派県軍総司令官岡村康二大将が中華民国陸軍総司令何王金を前に降伏文書に調印した。 1946年1月15日、国民党第74軍は王の墓を被覆したコンクリートの外壁を爆破して王の棺を取り出し、遺界を原野に廃棄した。日本占領下で治安維持に当たっていた南京国民政府の要人は、その多くが小解析によって反逆罪として処刑された。1946年には牧品が5月21日に、 陳君広が6月3日に、庶民義見が8月23日に、それぞれ重殺刑に処せられた。周復会は、終身刑に処せられたものの、生命は助けられた。王政権の中の一派は、生命を変えて、共産軍へと走った。王長命の妻、陳平君は、無期懲役刑に処せられ、蘇州の監獄に収監され、後に、極中死している。 王朝明の南京国民政府が成立したのは1940年3月30日のことであったが、日本がこの政府を正式に承認したのはそれから8ヶ月後の11月30日のことであった。これは、重慶政府との間にも並行して切り工作と、戦費差指名、修作民工作といった和平工作を進めていた日本側の事情によるところが大きかったが、 両工作とも不調に終わったのであった。承認当日、日本と王朝明政権は日華基本条約を結んでいる。南京国民政府は日本と防空協定を締結していたドイツ・イタリアと1941年7月1日にアジアにおける数少ない独立国対王国とは1942年7月7日にそれぞれ国交を結んだ。その他、 フランスのビシー政権や満州国などの数軸国、また、バチカン市国などが国家承認した。また、スペインやハンガリー、ルーマニア、スロバキア、クロアチア、ブルガリアも、王の南京国民政府を正式な国家として承認した。一方、イギリスやアメリカ合衆国、ソビエト連邦、オランダなどの連合国側からの承認は得られなかった。 1941年11月にアメリカが日本に提示したハルノートでは小解石政権以外のいかなる政府も認めないとして王長明政権の不承認が示された。上述の通り、1943年1月の王長明政権の対米英参戦と同時に日本は王政権との間に疎開貫譜違い方権撤廃の協定を結び、米英も その直後、蒋介石政権との間で従来の所得権を放棄する条約を結んだ。これにより中国はアヘン戦争以来続いた不平等条約をほぼ解消するに至ったが、この点に関して中国外交史における王朝明政権の貢献は決して小さいものではない。和平器を掲げる和平建国軍と戦車、 王朝明政権軍の兵士1940年3月に創設された王朝明政府の軍隊和平建国軍は日本軍占領地における軍隊であったことから日本政府の公認のもとに創設された軍隊であったことは言うまでもないこの軍隊は南京維新政府など既存政権の軍隊の吸収先であったのと同時に王政権を国民党における 和平政権として正当化することを大きな目的の一つとしていた。したがって日本軍からは指導と物質的支援を受けていたにもかかわらず、その目的が治安粛清への協力と国民政府政策遂行の二つに限定されており、日本軍と協力して小解析軍と交戦することはなかった。すなわち最初から交戦を和平に転換させることが 軍設立の目的だったのであり、重慶軍と戦わないことを大方針としており、いわば戦わざる軍隊という性格が本来的に付与されていた。その意味からは、日本軍にとっての軍事的価値は決して高いものではなかった。蒋介石の軍と比較しても、軍艦学校出身者の割合も低く、指導者に対する忠誠心も害して薄かった。ただし、王政権は、 反響をもスローガンの一つに掲げているところから、共産党軍は、いわば公然の敵として位置づけられていた。これに対し、小政権は、基本的に、要求政策を採用しており、その政策が揺るがない限りは、共産党と戦闘を交えることはなかったはずであるが、実際には、和平軍と小介石軍の一派が協力して、拒否と戦闘に及ぶこともあった。 王政権の軍事体制は、軍政権と軍令権が分けられていた。軍政権は行政院に帰属し、行政院のもとに軍政部、海軍部、航空省が設けられ、それぞれ陸軍、海軍、空軍を干渉した。軍令権は軍事委員会に帰属し、参謀本部の干渉するところであった。和平建国軍は、日本との軍事協定と借款協定によって、 整備、拡充され、旧維新政府軍や雑軍に加えて、小解析軍の捕虜や投降者などが加わって、急増した。1945年8月の解散時には、河北政務委員会の兵士を加えると、総数約100万人、正規軍60万人以上に達していた。重慶軍の離反者の急増は、彼らが自身の勢力を維持するという要求と、和平建国軍の 戦わざる軍隊という特質とが合致していたため、促進された。なお、戦わざる軍隊の特質が保持された、もう一つの理由は、王朝明死去前後からの陳君広と、修復会の路線対立も影響していた。上実のように、陳君広が反響による再統合を目指したのに対し、修復会は再統合による反響を目指したため、結果的に重、重慶、 南京が共同して反共作戦を展開することができず、和平建国軍は最後まで戦わざる軍隊のままであり、日本敗退後の南京の治安も日本軍によって保たれた。陳君宏が早々と死刑に処せられたのに対し、軍権を掌握しつつも、小政権に投降する形となった修復会は、懲役刑には処せられたものの死刑は免れた。いずれにしても、これにより、 重慶河は共産党は共に和平建国軍をほとんど無傷で編入できる機会を手に入れたのである。和平建国軍は南京国民政府の解消と共に解散したのみならず日中戦争終結後、その軍事指導者たちで官官裁判を免れた人は極めて多い。第一方面軍総司令の任務延などは海軍部長や軍事参議院長まで務めていながら、 カンカン裁判にかけられなかった。王政権下の分官がカンカンとして、極めて厳罰に処されたのに比較すると、武漢への処罰は大変少なく、あっても害して寛大なものであった。100万を超える戦わざる軍隊が、日中戦争終結後は、比較的スムーズに、蒋介石政権下の指揮下に入り、あるいは、過酷との風評の多かった。 小政権による、官官裁判から逃れるため、共産軍に走った人が少なくなかったのもそのためで、ある。日本軍占領地日本軍占領地車線は、中国共産党の勢力範囲なお、河北政務委員会と1940年に、国民政府に編入された盲古連合自治政府は、一定の自治権を有していた。演説する、王朝明。広報に、 孫文の写真が掲げられている。孫文が掲げて中国国民党の当然となった三民主義は孫文自身も関わった国境合作を経た後、そこに帝国主義批判を内包していたために日中戦争当時の一般の日本国民には反日イデオロギーのように見られており、のみならず西安事件後は第二次国境合作によって後日戦争を戦おうとする。 小介石政権側も三民主義を反日イデオロギーと捉え、なおかつ自らの政権の思想的基盤としていた。そこで孫文の法等を継ぐ直系の後継者を辞任し、それによって新政府の正当性の確立を目指す王朝名は提携相手である日本人の三民主義に関わる先入観を打破するとともに小政権側の三民主義解釈とも対決しなければ、 ならなかった。1939年11月23日、王朝明は日本軍宣伝主任幕僚会議での演説の中で、重慶政府の公選建国に対して和平建国を掲げ、その上で、三民主義とは、旧国を目的とし旧国の立場から出発したもので、あって、究極的には旧国主義に他ならないことを力説し、 王独自の三民主義解釈を示した。1924年11月28日、孫文が神戸の高等女学校で大アジア主義講演を行った時期は、第一次国境合作を開始した直後であり、この時点での三民主義は確かに、反帝国主義の意味を含み、日、中、その提携を提唱し、当時の派遣主義的な日本の姿勢を批判する内容を含んでいた。 しかし、この時の、反日は、直接には三民主義によるものではなく、当時の、連想、要求、不助効能の三大政策によるもののはずであり、王朝明派が、今や要求政策は放棄して揺らぐことなく、また、日本帝国同様、反共の標語を採用して、外交方針が、日中間で一致している以上、三民主義は、反日のイデオロギーたり得ない、他方、 小介石政権は依然として、要求政策を採用しているので、その三民主義は、反日イデオロギーを内包するものになるとの説明を行った。王朝明は、孫文著、三民主義、民族主義第一項冒頭の定義を示し、自身の政権を、新生の三民主義に基づく政党政権であると主張したのである。王朝明は、三民主義が、旧国主義である以上、 それをアジア全体に適用するならば、ダイアス主義の主張となることを表明し、自身のダイアス主義は、アジアを支配する白色人種をアジアの地から駆逐して、アジア人のアジアを実現することに他ならず、いわばアジア版の三民主義なのであると説明した。その場合、日本がアジアの指導者として中国人と連帯して白人と戦うことを望むのであれば、 中国に対する優越感情や別種感情を位置切り捨てて対等の立場から中国に協力する意思を示さなければならないと力説し、その立場から日本は中国との不平等条約を自ら率先して廃棄すべきことを繰り返し解いていった。中国人の反日感情の強い現状において、日本がそれを実行することによって、初めて日中の真の和平は実現すると主張したので、 ある。その際、王朝明は、孫文朝、中国孫某の問題における、中国なければ日本なく、日本なければ中国なしの一節を引用し、これが孫文の生涯の信念だったと強調している。そしてまた、王朝明のダイアス主義は、日本の掲げる応党は共栄権の思想に連なるものだったのである。王朝明は1940年5月以降、 中国各地で公用していた東亜連盟運動を通じて国民党組織の再建を図った。東亜連盟運動は当初日本人が始めたもので、その講師は石原幹事とその信奉者である木村武雄らであり、石原と近い板垣清志郎もこれに連なり、中国人では牧品をその先駆けとした。百三十九年十月に木村が中心となって、 日本で結成された東和連盟協会は、指導原理として王道を連盟結成の基礎条件として、国防の共同、経済の一体化、政治の独立を掲げた。牧品は自らその中心人物として活動した北平人民会を脱会し、1940年5月に北平で中国東和連盟協会を結成した。続いて林南次が同年9月に、 関東で中華東亜連盟協会を、シューマ・ナブ・マサが同年11月に南京で東亜連盟中国同士会をそれぞれ結成した。しかし、1941年1月14日、日本政府が日本国内の東亜連盟の解散を閣議決定し、日本側の活動は停滞を余儀なくされたため、中国側もその影響を当然大きく受けたものの、 その一方では、日本側の草の根の活動が極めて真摯なものであることが中国側の運動者にも確実に伝わったのであった。日本政府の解散命令は石原幹事と東条秀樹の対立だけでなく、そこに王朝明らが重視する政治の独立が謳われており、東条の立場からは相入れないものだったことにも起因していた。一方、 当時の中国が求めたものこそ、まさしく、政治の独立だったのである。1941年2月1日、王朝明は、僕、林、州の3つの協会を合わせて、東亜連盟中国総会を主催し、自らその会長に就任して、直接運動を指導した。そして、東亜連盟月間などの雑誌を通じて、自らの三民主義理解や、 ダイアス主義の宣伝普及のために利用した。支部も北平、助州、南京、上海、武漢、関東、諏訪等に広がり、出版物も,も12種類以上に及んだ。王朝明が東亜連盟運動に関わろうとした直接のきっかけは板垣清志郎の勧めによると言われているが、これについては日本側が作った南京の大民会、上海の講和建国運動。 武漢の共和党の解散と交換条件だったという説がある。いずれにせよ、この三団体は解散して、王の指導する東亜連盟運動に合流した。運動への参加者は、最盛期には数百万に達したと言われる。王朝明は、このようにして、王政権の国民党組織のもとに、東亜連盟運動を統合し、日中提携を推進する一方で、 国民党組織ネットワークの復活と拡大による王政権の基盤強化を図ったのである。東亜連盟運動は当初は日本側の要請により始まって国民党組織の復活、拡大という目的を達したが、この運動が失速するともう一つの大きな目的、すなわち王の三民主義、ダイアス主義を普及宣伝するための運動が必要となり、この運動は 王朝明政権の内側から起こってきた。それが新国民運動である。王朝明は1941年11月5日の国民党六期4中全会で新国民運動の方針を示し、1942年1月1日、王自身によって新国民運動公用が正式に配布された。そこでは日本軍占領下の中国国民の間に、 中国を愛し、東亜を愛する心を寛容することが目指され、それによって国民の新精神を育成しようとするものであった。1943年1月の台米英参戦後は最高国防会議を設置して、この運動を政府統制下に置くことによって戦争協力体制を確立する一方、政権基盤の一層の強化を図ったのである。 この運動の特色は、政府が青少年を対象に、愛中国愛とはをスローガンに掲げて、訓練を実施し、公務員に対しても、夏季訓練を実施して、三民主義は、旧国主義に他ならないことの強調。三民主義のうち、民族主義は大野州主義の実現。具体的には、不平等条約の廃棄。民権主義は、個人独裁とは異なる。民主集権制の実行。具体的には、 国家の自由、民政主義は国家資本の発達であり、一階級のものではない、人民全体の幸福を追求することであるとした、上で、新国民運動の最高目標は尊文に演芸を発する三民主義であると説いた。その中では、女三害すなわち、青少年のアヘン、掛けごと演劇ぐいの三害を取り除くことが提唱され、また、 日本で明治維新が成功し、中国で侵害革命が失敗に返したのは、こうと私に対する人々の意識に違いによるものであるとの説の紹介など様々な実践が含まれていた。その具体的な内容は多岐にわたるが、このようにして王政権は中国の地に愛国心と国家意識を伴った新国民を作り上げようとしたのである。この運動は多分に、 ドイツや日本の全体主義主張や戦時における国家総動員の思想の影響を受け、現代の中国では敵国に奉仕する奴隷化教育という否定的評価が下されている。また、実際には政権基盤強化としての効果はそれほど大きくなかったとも言われている。しかし、一方で不平等条約改正という目標に向けては一定の成果を上げることには繋がったという見方も、 示されている。王潮明政権が南京に創設した推理委員会、王潮明政権が発行したパスポート中華人民共和国の中学校歴史教科書においては、王潮明政権について以下のように紹介されている。日本帝国主義の勧誘で国民政府内親日派の親玉、欧聖は公然と祖国を裏切り、敵の陣営に投じて売国奴となった。 1940年3月、日本は王政英を援助し、南京に傀儡国民政府を成立させた。これは、売国奴の傀儡政権であり、完全に日本帝国主義の命令に従い、日本の中国侵略の道具となった。傀儡政権の創設は、日本が中国を滅ぼし、占領区で植民統治を行うための罪深い措置だった。中国では、 大陸にあっても台湾にあっても、対日協力政権に関わったり、日本側に協力したりした人物を、カンカンと呼称し、民族の裏切り者、売国奴として扱われるのが一般的であり、王朝明はその典型的な例、すなわち、日本に寝返った最悪の裏切り者とされる。さらに、王朝明の政権は、日本の完全な傀儡政権と見られており、中国においては、 偽の字を冠して、大偽政権のように表記されることが多い。日本敗戦後の中国では、日本軍民に対する戦犯裁判とは別に、中国人の官官を摘発して、官官裁判を行い、王朝明政権の要人はその多くが、重殺刑に処せられたのである。中国出身の歴史学者、リュースグルは、日本人が王朝明を愛国者と評価することは、 もちろんのこと、彼に示した理解と同情も、中国人から見れば、歴史への無責任と映るのかもしれないと述べている。ただし、劉すグルは一方では、中国の国力の低迷を嘆いて、日本軍占領地での和平工作に全てをかけた、彼を現実的対応に徹した愛国者として評価しており、このように、少数ではあるが、中国出身の人々の中にも、王政権を、 肯定的に捉える見方がないわけではない。そして、実際上も、王朝明政権が、米英に宣戦線布告したことが、日本側さらに米英の不平等条約解消に、つながるなど中国の主体性確保と、国際的地位の向上に寄与した一面もある。王朝明政権の経済関係省庁の文書を、見ると、推理建設などでは一定の主導性を有しており、また、日本は、 中華民国に対し宣戦布告はしなかったことから、日本国内の華経のほとんどは、王朝明政権の管轄下にあり、東南アジアにおける日本占領下の地域に住む中国籍の人々についても同様だった。王朝明政権が傀儡政権であるにしても、単なる傀儡ではなく、政権としての内実を伴っていたことには注意が必要である。王昌明政権を 海儡政権とみなす考え方は、常実のように、従来長きにわたって疑問視されることもなかったが、王朝名らは、最初から海儡ないし、簡単になるつもりだったのではなく、もし当初からそのつもりならば、日本との不平等条約解消を実現することもなかったであろうという指摘がある。これは、むしろ、第二次世界大戦における、日本の敗北という結果を前提にした上で、 結果から訴求して、日本への抵抗を全協力ワークとする二項対立の図式によって、歴史を描こうとするものだったのではないかという問題提起もなされている。近年では、カナダの歴史学者、ティモシー・ブルックによる王政喧嘩の地方エリートを主体しとした研究のように、そうした二項対立から距離を置いて、抵抗と協力の間の曖昧な部分に光を当てて、 当時の歴史の実装に迫ろうとする研究が現れるようになった。明治大学の土屋光義は、王朝明政権と、ほぼ同時期に、対独協力を行い、戦後、その指導者たちも、先般裁判で裁かれた、フランスのビシー政権との比較を試みている。それによれば、ビシー政権は、当初、王朝明政権よりも一層敵国ドイツのイデオロギーに対する、 親和性や一体感が強く、大戦勃発前のフランス第三共和制の政治理念を否定する国民革命を掲げており、そこでは、労働、家族、祖国のスローガンを唱えているが、政権後期に至ると、対独協力が強化され、ナチスドイツへの従属の度合いをむしろ強めていった。それに対し、王昌明政権は、BC 政権よりも、 日本からイデオロギー的に自立していたのみならず、対米戦争に参戦した後は、対日協力を強めると同時に、政権の自立性を維持、強化していき、不平等条約撤廃の実現という成果を挙げている。その意味では、両政権にはその特徴と成果において際立った違いが見られるのである。こうした違いが、なぜ生じたかについては土屋による詳細な研究があり、それによれば、 上述したダイア州主義、東亜連盟運動、新国民運動といった王政権の基盤強化の戦略が一定の効果を上げたものと分析されている。ありがとうございます。